日本フェザー級タイトルマッチを行います。左のバレット、右の閃光という武器を携え、リング中央龍が待つ。その視線の先、花道で早くも剛腕がうなる。幕内の KO 進撃は続くのか、止めることはできるのか。終わりの龍だ。まだゴングが鳴ってないぞ。そんなに早く殴り合いがしたいですか。波乱の中、試合開始のゴングが今打ち鳴らされようとしています。挑戦者チャンピオンもする。この行為は何だ。かく乱か挑発か。知らさだめやな。どうしたら美味しく食えるか考えとんのや。じゃあバランスを崩したところへガードが。嘘だ、まだ立ち上がってないのに。挑戦者早くも減点1。初めて放ったパンチが今日は倒れたのを確認してからパンチを出しやがった。こういうのに一番腹を立てんだよ。いいか、次やったら没収試合になるからな。いいです、始めちゃってください。怒りを叩きつけるかのような左右のフック。挑戦者コーナーを背負う。鋭い左がチャンピオンの頭上をかすめた。無表情だった挑戦者の顔が歪む。さらにボディチャンピオン右。第1ラウンドを圧倒したチャンピオン、果たして巻き返しはあるのか。さあ第2ラウンド、挑戦者が挨拶を求める。一変して紳士的な態度。味が熟成されるってもんだ。練習したことをお互いぶつけ合う場じゃないんですか。一周して得た自信と実力を。挑戦者の体が黒字に折れる。ものすごいタイミングで打ってくる。もっと大雑把なボクサーかと思ってたんだがな。こちらのテンポを上げて確実に。見込みのスピードがさらに上がり上がった。手応えはあった。どうだ。なんと挑戦者もなかったようにグッと立ち上がった。あんなのまともにもらったら誰でも倒れるぜ。なんとかファイティングポーズを取る挑戦者。チャンピオン仕留めに行った。そのまま倒れ込む。挑戦者なかなか立ち上がらない。足が言うことを聞かないのか。早く再開を。今がチャンスなのに。ひとまず試合中断。俺が考えていた通りの選手なら。しかしこの試合までに大幅に強くなってやがった。試合再開だ、コーナーから出て。試合が止まったのは20秒ほど。離れた場所ではノーガード状態だった挑戦者が一転。相手が強いと認めた時に見せる。リング上膠着状態。第2ラウンド残り40秒。行こう行こうという僕の気と一緒に上下する。小さくて硬い尖ったものを投げつけられたようだ。ねじり込みの作用があるから力は一点に集約され、中南米の選手が使うスクリューブローに似ているが、銃口を突きつけられているみたいだ。引き金に指がかかっているのがわかる。急所にもらわなければ動ける。引き金を引くなら引けばいい。もらいながらでも喉元に詰め寄るんだ。バレットの連打だ。雨荒れと降り注ぐ左。それを肘の角度を固定し、肩を内側に回す作業だけで可能にしている。生まれ持っとるんや、人を殴る才能を。ジャブのくせにダウン取れるぜ。それでも行くだろうよ。左一本で幕の内を抑えきれるわけねえんだよ。試合にだって打ち合いにだって絶対引くもんか。次のラウンドも来るね、間違いなく。カウンターパンチャーとしても資質は間違いなく俺以上だ。俺にとって、カウンター使いにとって。いや、しかし得意の接近戦に押し込めない。僕の距離にしなきゃ。チャンピオンクロスアウトブロック。それだけ塊は逆に手が出してこないということだ。そうだよ、強引に打ってけ。それしかねえんだからよ。幕の内が強引に入ってくるのは百も承知だ。閣下来たところへバレットの脅威を植え付ける。伏線に次ぐ伏線、このシナリオは完璧に近い。電気が走ったかと錯覚するだろうよ。稲妻のようなスピードと衝撃。ああ、血しぶきとともにマウスピースが宙に舞った。早すぎて打ち終わりしか確認できなかった。踏ん張れるか。おどー、なんで目の前に地面があるんだ。打たなきゃ、攻撃しなきゃ。足がもつれた。効いている。それほど速くて切れる右じゃった。狙い定めた。バレ完全に距離を支配された。どんな時でも打ち返そうとするんや。この場合は裏目だ。ただのサンドバッグだぜ。見る見るうちに顔面が腫れていく。まだまだ。いける。カウンター。椅子体を預けてダウンを拒否。まだ美味しそうに見えねえな。意識があるのに体が動かなくなる。やっと左をかいくぐっても、あの右が待っている。反則を重ねてきたと思えば、今度はリズメのボクシング。拳を厚く、玉は冷ややか。
基本じゃ。距離とタイミングをいい具合に測っとる。慌てず時間をかけて痛めつけろ。がっちりとガードを固めたピーカブースタイルから激しく体を。さっきのカウンターのダメージじゃないのか。振り子の運動ってのは単純な繰り返しに過ぎねえぞ。しかも幕の内は生地スタミナがあるから。慣れてしまえば美味しいカウンターの材料にしか見えない。あの振り子の動きの延長上にある。勝利をデンプシーロール術なものにしようとした矢先の出来事。ロープを掴んでダウンを拒否。必殺のデンプシーロールが破られたのは前回とは内容が決定的に違う。ゆっくり挑戦者が近づいてくる。替え打てるかチャンピオン。死なさダメだ。一目に行かない。手足は震えている。しかし意識はある。デンプシーロールはまさに必殺の技。それが己の身にまんま降りかかってきたのじゃ。わかるか、わしの声が聞こえるか。ボクシングをバカにしてる人に負けちゃったら日本中のボクサーがバカにされちゃう。技を破られ深刻なダメージを抱えてもなおそれほどまでの決意と責任感でこの試合に臨んでおったのか。力がなくなって筋肉が緩んでいた。あれだけ硬くて筋張っていた肉が。チャンピオン安定しない足取りでリング中央へ。肉の繊維が一本一本ほぐれていく。何よりのごちそうだぜ。柔らけえな、ほっぺたの肉は。カウンターで受けのボクシングやった沢村が、さっきまで幕の内がかいくぐっていたバレットのスピードが、デンプシーロールを誘発するための左。今までの幕の内の攻撃も丸ごと食わなきゃ気が済まねえ。つらい骨までしゃぶってやれや。の頭部を直撃。いや、皮一枚、間一発避けている。持久力と耐久力を備えた肉は決まって赤い。を断ち切る無情の連打。ゴングに救われ続けるチャンピオン。練習の時からある程度予想はしていたけど。幕の内殺し、見事というほかねえな。お前が望んだのは幕の内のあの姿か。気を強く持たなきゃ簡単に意識を断ち切られる。座らんのか沢村。座って区切りたくねえ。見てるか川辺、お前の連れてきた問題児がもうすぐ日本チャンピオンになるぞ。カウンター、さらに追撃のバレット。幕の内さんは強いチャンピオンだと聞いたよ。恐ろしいほどの才能だ。ゆえお前どうなっちゃうんだよ。真珠を決めたか。玉砕覚悟のアタック。死角から死角へと高速移動し強打を連打する。目に見えない角度からの強打。これほど怖いものはない。少し後ろに下がれば全身を晒した。それは大好物を差し出されりゃ仕方がねえ。デンプシー破り、さっきは左だったら。もらったら織田仏や。失神しても目を覚ましてくれればやり直せる。カウンター直撃。またしてもデンプシーロールが葬られた。死ぬ恨むなよ小僧。意識を断ち切るには十分な一撃のはずだ。初めてもらったパンチならとても耐えられなかった。協力してくれたみんな、積み上げてきた練習。体がどうなろうと
負けられない。今まで積み重ねてきたものを信じるんだ。そんななりでまだ俺に勝つつもりか。すりゃゲロが出ちまうや。ああ肘だ。リング上またしても変悪なムードは漂う。憎め。最初から誰の上もいらねえんだ。チャンピオンが向かっていった。日の出を止めてや。